私の祖父が創業したのが始まりです。その祖父もハンコ屋でしたので、親子4代でハンコ屋をやっております。象牙などの伝統的な印鑑だけではなく、パワーストーン宝石印鑑やおしゃれ印鑑というのも、こんな綺麗なハンコがあるんだということをもっとたくさんの人に知っていただきたいですね。